い、皆さんこんにちは、しゅなたんです。今回は私以前コスメ収納もご紹介したと思うんですけど、ちょっと最近コスメが増えてきて入らなくなってしまったので、新しくコスメ収納を購入してきました。今回はそれをご紹介しながら一緒にちょっと収納していこうかなと思います。ではレッツゴー。はい、今回私がコスメ収納を購入したお店はこちらになります。無印良品でコスメ収納を購入してきました。で、結構いろんな方が無印のコスメ収納を使ってるので分かるかなと思うんですけど、はい、今回私はこのコスメ収納を購入しました。で、今回私は5段になってるのを購入しました。3段とか2段のやつもあるんですけど、私本当は3段が欲しかったんですけど、3段がちょっと品切れで5段しかなかったんですけど、まあ、これからまたどんどんコスメとかも増えていくだろうし、5段でもいいかなと思ってちょっと5段にしました。で、これが3500円します。で、結構ね高いんですけど、まあちょっとこのケースに入れるっていうのが夢でもあって、すごい前からこのケース欲しいなと思ってたので、ちょっと今回はこれをチョイスしました。ではちょっと開けていきます。はい、こんな感じの全部クリアな感じで、こういう引き出しになってます。で、厚さは結構薄めな感じなんですけど、すごいたくさん入りそうです。で、私今までのコスメ収納が、まあ、このリップ、このリップはまあこのままいこうかなと思ってるんですけど、このリップのやつと、あとこの100均で購入したこの引き出しタイプの収納と、これも最近ダイソーなんですけど、こういう四角に4つに分かれたような収納を使っていました。で、こういうの、これでももちろんいいんですけど、ちょっとちっちゃくって入りきらないコスメたちが結構こんな感じでポーチに入ったりとか、こんな感じでこの皿で置いてるやつとかもあるので、ちょっと今回こっちの無印の大きい方のこっちのケースに収納していこうと思います。ちょっともう全然収納の仕方とかわからないんですけど、まあ、とりあえずなんかいい感じになればいいかなと思うので、まず1段目からやっていきます。こうね、サイズもでかいんですよね。とりあえず1段目アイシャドウを入れていきます。適当にいろんなアイシャドウを入れていきます。パズルみたいな感じで、どうやったらうまく入るんでしょうね、こういうの。はい、今こんな感じでとりあえずアイシャドウを入れてみました。ちょっと重ねたりしてもいいかなと思います。こんな感じで完成しました。続いて2段目もいきます。で、2段目は、2段目もちょっとアイシャドウパレット系を入れていこうかなと思うんですけど、入るかどうか、はい、とりあえずこんな感じでパレットを重ねて、こんな感じでアイシャドウベースとかを入れていきます。とりあえず2段目はこんな感じです。はい、3段目はじゃあスティックとかペンシル系をどんどん入れていきます。マスカラとかもこんな感じで入れていきます。はい、3段目はこんな感じです。続いて4段目にはチークとかちょっとそういうのを入れていきます。はい、4段目こんな感じです。で、いつの間にかラストになりました。ラスト5段目はリップとか入れていきます。はい、こんな感じで爪収納ができました。結構パンパンに詰まってます。はい、私の新しいコスメ収納はこんな感じになりました。これは今までと変わらずリップのケースで、
でここからアイシャドウとか、1段目はアイシャドウだったり、2段目にこういうマスカラとかこうライナーとかこういうペンシル系を持ってきました。3段目にチークとかちょっとシェーディングとか、これはファンデーションなんですけど、そういうのを入れてみました。これはちょっと入りきれなかったリップたちとかがあるんですけど、ラストは全部リップを収納しています。こういう感じでやってみました。はい、すいません、今紹介したのがずれていてちょっと4段しかなかったんですけど、2段目がこんな感じになってます。なんかアイシャドウパレットとかを入れてみました。で、隙間とかにアイシャドウベースだったり、ちょっと入りきらなかったリップたちがまだあったので、それを並べてみました。では今までと変わらず、こういうのをちょっと今まで使っていた100均のケースの中に下地とかはまだ入れています。で、この化粧品入れてたケースにちょっと今とりあえずなんですけど、イヤリングとかをこういう風に並べてみました。ちょっとまたいろいろ改造していきたいなと思っているので、また改造したらそれをアップしていきます。はい、私のニューコスメ収納はこんな感じです。はい、こんな感じで今回は目印で買った収納ケースに新しくコスメを収納してみました。私もともと3段買うつもりだったんですけど、5段を買って正解だなと思いました。結構5段でももういっぱいになってしまってたので、またコスメとかが増えていったらまた新しく収納ケースを買おうかなと思います。やっぱりああいう見せる収納をすることによってなんかちょっと気分も上がるし、メイクするのがもっと楽しくなるかなと思いました。これからもどんどんコスメとか増えていくと思うので、また新しくコスメ収納を変えたりしたら、その時随時みんなにシェアしていきたいなと思っています。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ。